大森和代のいつもつながっているよ渡良瀬トーク。はい、皆さんこんにちは。こんにちは。はい、こんにちは。先生、今日もよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、先生、はい、今日先ほどここで面白いことありましたよね。うん、面白いって言ったらあれなんですけど、私は面白いって言っちゃうんですけど、なんか怖いとかって言われちゃったんですけど、ちょっとびっくりなことありましたね。前もね、誰も入ってないのに、お手洗い行ったら鍵がかかってたっていう。そうですね。はい、今日は私が行ったら、はい、そしたらもうかかってたので、はい、あ、入ってるんだと思って諦めて、ちょっと向こうで待ってたんですよ。はい、で、あれでも確かみんないたよねとか思って、もう一度ここに戻ってきたらみんないるんですよね。はい、で、トイレ鍵かかってるんですけど、とか言って、はい、で、栗本プロデューサー開けてくださったんですけどね。その後入られたんですよね、先生。そうなんです。はい、で、誰だろうってパッと開けたら、そしたら、5歳ぐらいですかね。男の子がいたんですよ、ね。男の子いると思ったけど、早く取らなきゃいけないので、そのまま入って、はい、あんまりここにいちゃダメだよって言ったら、だって、上の子遊んでくれないもんみたいに言ったんですよ。はい、だからいつも上に、ここの上の階にいる子なんでしょうか。いつも遊んでるんですかね。はい、もう分かんないんですけどね。ねえ、はい。今度別のスタッフが入った時にはティッシュペーパーが、うん、トイレットペーパーですね。トイレットペーパーが下までダーって落ちてたっていうのがバーってなんか下まで落ちてたって言って、はい、その後誰も入ってないですよ。はい、はい、だから遊んだんですよね、きっと男の子が。っって暇だったから。はい、もうびっくりでした、もうさっき、ね、なんかそういう話すると、ちょっとこう不思議に思う、はい、例えば肉体ないのに、はい、その肉体ある物質であるトイレットペーパーをこんな風にできるのかとかね、はい、思うかもしれませんよね。なんかこう通ってしまいそうですけどね、触ろうと思ったら。肉体ないからこういう窓からでも開けなくてもヒュッと出てっちゃうんですけど、はい、だからそれはそういういたずらとしてできるんですよ。はい、だからその子が見えてない人にとっては、トイレットペーパーだけが勝手にビューって、例えばその出てくる現場を見てたら、はい、トイレットペーパーだけが勝手にドロロロってこう出てくる。で、だから私が見てたら、あ、男の子出してるって見えたりしたりとか、見える人にとってはそうなんですけど、だから見えない方がだと、突然テーブルの上にあった、はい、箸が飛んだみたいにポーンって落ちたとか、だから目に見えない人がこう触ってポーンってやるので、それだけが見えるので、はい、物質だけが見えると勝手に物質が落ちたとか、はい、なんかよくドライヤーが勝手についたとか、はい、いろいろあるんですけどね、そういうのなんか怪奇現象とかって言っちゃうんですけど、よくね、体験されたことある方もいらっしゃいますよね、きっと。はい、肉体のない方が、はい、そういう風なことをしてるっていうだけのことでね、怖くはないですから。はい、存在をお知らせしてるとかそういうこともあるんですか。そういうものをその人に、目に見えない世界を信じてほしい時とか、そういう時に、はい、御霊さんではなく神様がやられる場合もあるんですね。なるほど。はい、そういう目に見えない、絶対起こりうるわけないっていう現象を起こしてくださって、はいはい、もう信じざるを得ないみたいな、はい、特に理数系の方はなかなか理解が、ね、していただけない時もありますので、はい、はい、そんなことも今日はありました。びっくりな出来事でしたね。はい、はい、それでは先生、今日もいつものコーナーをお願いいたします。はい、いつものコーナーではいきたいと思います。大森和代の愛のお裾分け。はい、今日はももさんからのご質問です。ももさんですね。はい。私は学校に行っていて、クラスの子が授業始まっているのに、あからさまに机の上にスマホを置き、ゲームか何かをしている子がいました。私はあいにく席が遠かったので注意することはできませんでしたが、モラルというか、そういう人も、モラルというか、その人も28歳ですし、わかることだと思うのですが、授業中に机の上に携帯を置き、メールなどしている人は他にもまだ数名います。担任の先生に相談しようかと考えましたが、友達に相談すると、黙認しとくのが一番じゃない？残り2年は同じクラスだし、関係が崩れても、と言われました。結局、どうするのがその人にとっていいのか、わからなくなり黙認しているんですが、というご質問を、ももさんからいただきました。確かに、悪いことは悪い、マナー、ルール、
まあそういうちょっと例えばあの携帯電話で電車の中でねあの携帯喋っちゃいけないのに出るちょっとコショコショっとこう出ちゃうとかですね、そういう方を見た時注意できるかどうかっていうことですよね。で確かにあのまあで電車の中とかだと、まあ、全く知らない方になるわけですけど、クラスメイト、ももさんの場合はクラスメイトなんですよね。ですから、あと2年も同じ、クラスで勉強していくっていう方だったら、やはり、まあ、注意とか、そういうことになると、ちょっと上から目線的になって、言われた相手も嫌な思いをする場合もありますので、まず、その、モラルのない方、もう少し理解し合える親しい間柄になって、それで何かの話の時に、でも授業中にこういうことをしてるとやっぱり一生懸命話してくれてる先生に失礼かもしれないよねと、その本人のことを言うのではなくて、他にも携帯やってる子がいるっていうことですので、そのこの時スマホをやってた子ではなく、もう一人の方の子のことを、そのスマホをやってた子に、あの人携帯やってたんだねって、でなんか私それ見て失礼だわって思っちゃったんだよっていう風に、あの他の人の話をそういう風に言ってあげるのも、やんわりと間接的に、あそう思われるんだ、じゃあ私も結構スマホやってるからやめなきゃいけないのかな、それって失礼なのかなっていう風に思ってくれる場合もありますので、やっぱりあの悪いことは悪いというか、まあ、あの伝えていくっていうのは大事ですので、その相手のことを思えば、そういうふうにどういうふうに言ったら相手がいい気持ちでそこを改善してくれるかなっていうことを考えて、少し伝えていただけたらなとは、思います。あの以前ちょっとですね、あのお寿司屋さんに行きました時に、まあ、あのちょっと立場がすごくある方が、お寿司のカウンターでいつもこう電話がかかってくると、その場でこう「はいマシマシ」とかって出ちゃって、で他の方もカウンターで食べてるのに大きな声で喋っておられたそうなんですけれども、あのその方が、お寿司屋さんやっぱり言いづらかったっておっしゃるんですね。すごくよく来てくださるお得意様だったので、で、言いづらかったけれども、やっぱりその最初は黙ってたそうなんですけれども、そのお寿司屋さんとすごく喋るようになり、親しくなったら、なぜかその方が電話がかかってきたら外で喋るようになられたっていうことを、あのお寿司屋さんの大将さんがおっしゃってたんですね。ですからやっぱりあの関係ないとこだからいいわっていう、そういう思いのあるうちは失礼なこともしてしまうかもしれないんですけれども、やはりそこで自分を見てる人を常にもう分かっちゃってくれてる人がいたりすると、あマナーを守らなきゃっていうふうに人間思うこともあるのかなって、なんか今このももさんの話を読んでて、ちょっとそのお寿司屋さんが教えてくださったことが気になりましたので、やっぱり相手と親しくなり心を開いていくってことで、いろんなことも改善されることもねありますので、ももさんも頑張ってくださいね。はいはい、先生今日もありがとうございました。はい、ありがとうございました。正しい、あの伝えることは大事だけれど、相手とのその距離感というか間柄もとても大事なんですね。そうですね、やっぱり、はい、あんまり仲良くない方に上から目線で、あんたこうでこうで失礼でしょとか言われたら、やっぱり嫌な気分になったり、はい、言われた人もですね、はい、しますからね、はい、いつも相手の気持ちを思ってということですね。やっぱり注意したいなと思ったら、計画を立ててひたひたひたと近づいてですね、はい、で親しくなってとか、いろいろ、まあ、相手にとっても自分にとっても良い方法を考えていき、はい、まあ、人間関係をうまく保っていくっていうことも大切かななんて思います。はい、はい、ありがとうございました。はい、それと先生今日は会員さんからお手紙をいただいてまして、はいはい、ちょっと一部皆様にもしていただけたらと思うので、お読みしていいですか。はい、渡良瀬クラブの方からね。そうですね、はい、はい、自宅の改装工事今少しずつ進めておりますが、どちらもしっかり自爆霊を拾わせていただきたいと思います。その時に改装のお詫びと報告もさせていただくのですよね。その地の神様にその場で祈るということで良いのでしょうかというご質問です。
はい、あのこれはよく講演会でも改装の時に、はい、あの家を改装したり例えば新築する時には、はい、あのま、改装、あ、この方改装ですもんね、改装の時には、はい、やっぱりそこを改装する前、触る前に、はい、まずあの自爆霊さんを拾いながら、今度何月何日よりここを改装するので、はい、工事に入りますので少し騒がしくなりますが自爆霊さんよろしくお願いしますとか、はい、そういうことを言いながら拾ってくださいって多分言ったことを、あの覚えておられたのかなと思いますけれども、はい、あのこれは神様ではなくてですね、はい、そこに、まあ、どんな家でもあの、まあ、自爆霊の皆さんって拾うんですけど、はい、冬さまよってる霊、あの今日のその男の子みたいですね、男の子は浮遊霊さんなんですね、はい、だからこうやってさまよってあの2回、あ、ごめん、2回とか言っちゃった、行ったりあちこち行ったりすると思うんですけれども、はい、あのそういうさまよってる御霊さんがいらっしゃるの でそこの家をずっと住んでる、はい、うん、だからあのガタガタ音を立てると自分たちはそこが家だと思ってるので、その御霊さんたちは、はい、自分たちの家を何も一言も挨拶なく勝手に工事しやがってみたいに怒って、そこのご主人にちょっと腰にピュンってついてみたり、はい、でご主人がずっと腰痛が来ちゃったとか、家を改装してからいいことがないとか、はい、あのちょっと病気になったとかってあるので、はい、御霊さんにあの何月何日からあの工事しますよ、お願いしますって、で自爆霊の皆さんって楽になるところへって、まあ、入ってきた方はあの入られるし、はい、あ、じゃあもううるさくなるなら嫌だって勝手に逃げて、隣の家にまた住み着く浮遊霊さんもいらっしゃいますし、はいはい、そういうあのよく家をあの改装するとかなると、ネズミが昔は移動するって言ってたんですけど、住み着いてるネズミがここの家壊すって分かるので、はい、ネズミが移動する、まあ、そういう感じで御霊さんもあの移動されたり、あとはそこに入ってこられたりしますので、あの氏神様ではなく御霊さんに諭すように、はい、あのよかったらあの入ってください、また移動してくださいっていう風に言ってあげてくださいってことです。どれぐらいの期間とかっていうのはあるんですか？何日前ぐらいとか。できればもう最低でも2週間前には、はい、もうギリギリで2週間、はい、で2週間の間にはもう何度拾っていただいても大丈夫ってことですよね、はい、大丈夫ですね、はい、でも本当はもう工事が決まったらすぐにやってあげる方がいいです、はい、そして、はい、あの昼の時間帯、夜の時間帯とか、幽霊さんはね、あの昼間いなくて夜帰ってきたりとか、はい、はい、そういうあの夜逆にいて、うん、あ、夜いなくて昼間あの帰ってくる方とかもいらっしゃいますのでね、はい、はい、じゃあ時間帯を変えて何度か、はい、はい、そんな感じで拾ってあげてください、ね、もしあのちょっとまだ迷ってらっしゃる方とかね、はい、いたらちょっと分かりにくかったかもしれませんので、はい、はい、そんな風にしてあげてください、はい、はい、そして先生、明日はいよいよ、はい、本当ですね、はい、渡良瀬クラブ初めての総会ということで、はい、たくさんの皆さんご参加いただきます ね明日に向けて準備を進めてきました、はい、はい、あの失敗も許してね、そうですね、人間ですから、はい、はい、いろいろハプニングもあるかもしれないですけど、はい、とにかく楽しかったって言って帰っていただけたら嬉しいなって思いますので、はい、いろんな点多めに見てください、はい、今回あのスタッフも本当慣れてない、初めてやるような方とかもね、そうなんです、スタッフをしていただきますので、はい、はい、あの結構若い方とかもスタッフに今回手伝っていただいてますの で、 そうです、ね、はい、多めに見てあげてください、はい、そして皆さんもあの参加者の皆さん、渡良瀬クラブのメンバー同士交流もしていただきたいなと思いますの で、 です、ね、はい、はい、今回は掲示板というのも用意しますのでね、そうでしたね、はい、掲示板しおりに書いてあったと思いますけど、はい、はい、うん、まあ、ブログ名しかわからないという方と会いたいとかっていう方もいらっしゃるので、はい、はい、ブログ名何々さん、私は何番テーブルにおりますとかね、そんなことを書いて、何色の服を着ていますとか、あ、そうですね、白い帽子をかぶってますとかね、そうです、そうです、はい、そうするとその人を見つけてさまよう人がいるっていう感じの、まあ、でもいいですよね、いつも読んでますっていう交流があるっていうのは、そうですよね、はい、ブログでね、楽しいですね、はい、本当にね、皆さん魂の家族ですから、はい、また交流していろんなお話をされてみてはいかがでしょうか、はい、はい、じゃあ明日会えるの楽しみにしています。ドキドキしますね、はい、はい、いよいよ明日、はい、また、じゃあラジオの皆さんはまた来週お会いしましょう、はい、See you next week, bye!